はーい、皆さんどうもでございます。てなわけで今週もやってまいりました二軍ペナント実況、今回はですね、1年目公式シーズン最後の試合、阪神戦を丸々1試合実況していきますよ。いや、もう1年も早いもんだね。もう残るはあと1試合で終了ですよ。はい、ピーマンズ、この1年目はもうドベ確定でございます。笑顔でドベ確定報告させていただきます。いやーね、もう苦しいね、苦しい、悔しい、涙がポロリと出ちゃうよ。ボロボロですよ。ポロリじゃないね、ボロボロ泣いてますからね。1年目からドベ、それもボロ負けですからね。シーズン100敗喫してますからね。ね、暗黒ですよ。抜け道あんのか、光はあんのか。いや、周りはもう暗いだけね。光なんてないよ、道なんてない。俺はずっと暗い中で棒立ちですよ。ポケモンの謎の部屋みたいな、そんな感じですね。謎の場所ですかね。あそこですよ。知らない方には申し訳ない例えになっちゃったけどね。いやいや、ほんと悔しい感じでね。まあ正直僕ね、この1年目の実況からリーグ優勝できるんじゃないかと、日本一になれるんじゃないかと、そう思ってた俺も2ヶ月前にはいたんだけど、結果は違ったね。現実は違うね。ドベです。笑顔でドベです。笑顔じゃねえよ、ドベですよ。本当に腹立つわ。まあ、こうなってしまった以上はもう仕方がない。もう取り戻せない。1年目はこれで終わりですから、この試合でね。まあ、最後くらいはね、勝って、まあ、悔いの残るシーズンではあるけど、まあ、最後の試合勝って、まあ、笑顔でね、この1年目を終われたらなと思いますので、最後は勝ちましょう。最後勝てないようでどうするんだ。最後はうまく締めようね。じゃあやっていこう。今回も1試合丸々実況していきますからね。大田設定どうしようかな。ピッチャーは東浜。変化球少ないな。あ、斉藤いるじゃん。じゃあ斉藤でいいでしょう。斉藤、最後の試合はお前に任せた。うまく締めてくれ。うまく締めれなければお前のケツの穴をゆるゆるにしてやろう。どういうこっちゃ。さて、野手の方はどうしようかな。ヤシは、まあ、これで、あ、ニコル。ニコルいいね。どうしようかな。ピーマンズ3割いませんからね。打率3割1人もいませんから、これも悲しいとこなんだけどね。オッケー、もう今日のスタメンメンバーこれでオッケーでしょう。そしてね、実況する前にまずピーマンから3つの報告でございます。まず1つ目は、このね、実況は毎週1回月曜日に投稿してきましたが、今週に限っては2回投稿したいと思います。またね、金曜日に動画投稿したいと思います。次回金曜日に出す動画はですね、試合の方は一切プレイいたしません。成績の振り返りやドラフトとかでね、まあ、GM として、やっていきたいと思いますので、また今週の金曜日出したいと思いますので、試合の方はプレイいたしませんので、その辺よろしく金曜日見てくださると嬉しいです。お、始まりましたね。阪神をボコボコにしていきましょう。阪神ファンには申し訳ないくらいにね、泣いても知らんよね。今ちょっとこのピーマンの実況動画見てくださってる阪神ファンもう知らんからね、泣かないでよ。泣いてもう批判的なコメントは俺知らんからね、見ないからね、そんな。ね、先に言っとくよ、俺は遠慮なくボコボコにしていくからね。ボコボコにされるパターンもあるけど、ボコボコにしていく予定だから、その辺よろしく。さて、ピーマンズの、リードホームやってまいりましたね。1番、荻野。ピッチャー、メッセンジャーとか言うね。もうメッセンジャー、メジャー行けよ、お前。なんで日本にいんだよ、俺は分からんよ。メジャー行け、さらなる高みを目指すんだ。もうお前相手のレベルは日本にはいないぞって思うんですけどね。まだ日本にいるようですね。まあ、いる以上は打っていかないとね。ボコボコだ。ファーボール来るか。いいぞ、荻野。塁に出たらこっちのもんだからね。うわー、もうドロップカーブ。危ねえ。なんとか当てたった。なんとか当てたったんですよ。よし、まずピーマンズのリードオフマン、荻野が出塁。走力は S とね、多分パワプロ現役選手の中で一番速いんじゃないかな。めちゃくちゃ速いからね、舐めないでよ、うちのリードオフマン。打率はあれだけどね、打率2割3分って全くリードできてねえじゃねえかっていうツッコミもあるとは思うんですけど、まあ、それは置いといて、足は速いですから。さて、2番肘沢ですね。この選手は本来ピーマンズのスタメン選手ではなかったんですが、ちょっと怪我人続出でね、まあ、この選手を出さなきゃいけないようになってしまったんですよね。この守備要因として入れたんですけど、打撃自体はあまり注目してなかったんでね、ホームランもなしですから、1本くらい打てや。よし、ナイス、よく見た、肘沢。これでノーアウトランナー、二塁一塁。ここでミレッジですよ。ピーマンズが唯一誇れる選手ですから、見て。打率は2割8分3、ホームラン18本、打点61打点ですから。唯一褒めれる。世間に出しても恥ずかしくない子だからね。
他はダメだ、他は出しちゃダメなやつだけど、こいつに限ってはよく打ってくれるからね、ミレッジ。あー危ない、あー危ない、あー危ない、ドロップカーブ、あー危ねえ、三振するとこだった。あーもうダメ、ミレッジどうした、俺が使うと打てない。おーアブレイユいいじゃないか、アブレイユも結構いいね、打率2割5分でホームラン29本、打点71。アブレイユここで打てばお前は本日のヒーロー間違いないでしょう、褒めまくってやる。うわーちょっとずれたか、追い込まれた、まずいな。あーうち、これだよな、メッセンジャーのスプリット、速い球速で落ちていくからね、これがややこしいんだよ。さて今なり見せてやれ、見せてやれお前の実力を、阪神にさ、阪神に見せつけちゃおうよ、見せつけちゃ、いやらしい部分も見せつけちゃおうよ。おい来た、どうだ、ポテイトあるか、ポテイトあるよね、ポテイトあるよね、1点入った、1点入った、1点入った、どうだ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 、ウェイ、はい、ピーマンズ先制点でございます。ちょっとちょっと、え、落ちたのみたいな、え、点入ったのみたいな点の入れ方でしたが、よっしゃー、守備がマートンもあってね、守備力が高くない選手ですから、むしろ低い選手ですからね、うまく入ってくれたね。よーし、ピーマンズ先制点。そしてまだまだチャンスは続きます。ここでニコルですね、ピーマンが取った自前外国人選手、外国人言ったね外国人ね、外国声人って、ね、もういいや、もういいや、グダグダだからもういいや、打つよ、ホームランね、パワーは A とかなりありますから、ホームラン16本。わーお、もったいない、この嫉妬をミスるもんかね、親父に顔向けできへんわ、でけへんはひどいね、なぜあれをミスったのか、ミスったもんは仕方がない。次はねピッチャーとして抑えていきましょうよ、もう先制の1点は取ったからね、1点取ったらこっちのもんですよ。さて先ほどねご報告が3つあると言いました。1つ目は今週の金曜日またこの動画を出すという報告でございましたが、2つ目はですね、前の週ですね、前の週の木曜日から、毎週木曜日に1回、ちょっと待って、わあ、せっかく1点取ったのに、オーマイガー、ダメ、やっぱ斉藤を信用した俺がバカだったかな、あっさり先制ですよ。さてご報告の途中でございましたね、前の週の木曜日からね COD の実況動画出すことになりました。持ってない方でもね楽しめるような、楽しんでいただけるようなね実況動画を出していこうかなと思いますので、もしよかったら皆さん今週の木曜日もね、COD の実況動画見てくださると嬉しいです。はい、2つ目はこれにて終了。3つ目はですね、今週発売のゲームドラゴンボールゼノバースというゲームが発売されるんですが、ピーマンこのゲーム購入しようと思います。そして実況しようと考えてます。早ければ発売日に投稿しようかなと思いますが、多分ちょっと発売日投稿は無理だと思うんで、時間的にね、なので無理だと思うんで、まあ金曜日、月曜、土曜日あたりには出したいと思いますので、もしよかったらねドラゴンボールゼノバースという実況動画を見てくださると嬉しいです。さて報告はこれにて終了だ、抑えていこう。わーお、ゴメスやべえ、ゴメスもうほら来たよ、もうホームランでしょ、分かってるって、もうおかしいよねえ、外角の球あんな持っていけるんだったらさ、メジャー行けや、日本に来てる時点でおかしいんだよ、日本に来てる外国人の選手があの球打てるわけないでしょ。いや申し訳ない、不満不満ですよ、あっさり逆転ですからね、何これ、俺がなんとかつないでつないで取った1点が2本のホームランで逆転、これが野球の怖いとこですからね、こっちが苦労して苦労して苦労して、バーハンは山に芝刈りに、違うね、バーハン芝刈りに行ってね、バーハンは川に洗濯に、かジジイが行ったのか、あそうだそうだなんで桃太郎の話になってるんだ、いや本当にこれが野球の怖いとこなんだよね、時間をかけてつないでつないで取った1点がホームラン1本、2本で逆転されますからね、面白いね、野球の怖さを改めて認識できたピーマンでございます。もう笑顔はいらないね、入ってないよ、そも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 そこ取るような審判になるな、ふざけんな、阪神悲劇が続くね、阪神は多分金渡しとるね、これ阪神ファンの皆さん、これ阪神金渡してますね、おかしいです、ここを取っちゃいますからね、こんなとこ取っちゃいますから、どう打てと、買収されとるやないか、ひどいね、スポーツで買収するっていうのは一番最悪ですからね、これはもう笑顔はいらないよ、逆ギレですよ、逆ギレじゃないね、普通に切れてますよ、ふざけてるよ、オーマイガーダメ、打てへんな、メッセンジャーが強すぎるんだよな、ほら見て、ここを取っちゃうんだからさ、
絶対外れてるやん、外れとるやん、みんな言うとるよ。阪神の、阪神じゃねえ、関西に住んどる女子高生はみんな言うとるね、外れとるやん。綺麗な流暢な関西弁でね。あー、ここは三振。まあ打たなくてもいいからね、球数を稼ぐこと、これが重要ですから。ダメ、2回は何もできずか。ちょっと審判買収疑惑が出てきたんでね、もう僕は今後阪神を応援することはないでしょう。阪神、実はちょっと阪神のこと好きになってましたけど、もう僕は阪神ファンやめます。阪神ファンじゃねえけどな、もう応援しません。負けろ負けろ負けろって常に思うようになりました。買収しとるもん、反則でしょそんな。スポーツで一番やっちゃいけないこと、やっちゃいけないことだったっけね。さて次の打席も抑えていこう。次の攻撃もね、斉藤軽く打たれるね。やっぱ能力だったり変化量が少ないからかな、球が軽いからかな、ポンポンいくからね。ポン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 っていくからね、ポポポポーンですよね。魔法の言葉ですよ本当に。 OK、 どうだ。あー、これなんだよね、この初内野手に人材が揃ってないから、やっぱ2軍の選手ともなるとね、打撃自体はね、なんかいい選手いるんだよ。 D の A とかね、打撃自体はいいやんと思うんですけど、守備力がねしょぼいんでね、なので内野の動きが遅すぎて取れないんですよね。 OK、 追い込んだ追い込んだ、メッセンジャーだからね、ピッチャーだから甘い。どうだ、ファースト、ヒュイトヒュイト、ウェイ、よかったよかった。うーん、この回ちょっと危なかったね、嫌な予感がちょっとピンピン、暗黒臭が漂ってましたが、なんとかゼロで抑えましたよ。さてリードオフマンに戻ってきたよ荻野。うわー、もうスプリットだ、分かってても打てないね。100球分かってて、分かってて投げてきても、俺は100球中打てるのは2球か3球だよ。それぐらい苦手な球だからね、どうやって打つのか分からないね。スプリット対応しとけば俺抑えられるからね。うーん、ここまっさり追い込まれた。どうする、ピーマン。追い込まれたからが本番だ。よー、惜しいぞ。またもフォアボール。荻野が塁に出てくれたらものすごく助かるぞ。どうだ、わーっ、低い、低い、低い。低いさんですよ、お前。世界中の低いさんは怒ってるよ、あんなとこ取っちゃダメって。あれ取るような審判ならないでくれ。買収されとる。とか、もう疑惑じゃないね。2回の攻撃の時は疑惑でした。あれ、これ買収されとるやないけみたいな。なんかされてんじゃねえけみたいな。そんな疑惑でしたが、もう違うね、疑惑が確信に変わった。なんぼ払っとんねん阪神は。阪神の皆さん、なんぼ払ったんですか、教えてください。ひどすぎます。あんなとこ取るな、取られるな、バカ野郎。うわー、これも打てない。ふざけんな、ふざけんな、まずい。追い込まれた、どうする。うわー、またスプリット、なんとか当てたが、当てるのが精一杯なんだよね。あー、ダメ、ちょっとスプリット待ってたんだよな、今。ストレート全く反応できなかった。絶対次スプリット来るなって俺は予感してたんだよ。でも来なかった。なんでだろう。わかりません。わかりたくもございません。でもね、1点差ですからね、やっぱここでもうミレッジの一発を期待しようかな。一発狙いでやっていこうよ。当たれば飛ぶからね、ミレッジパワー B ありますから。非常にね、能力自体もいい選手なのでね、ここまでそれが成績に現れてるんじゃないでしょうか。来たゾウチェンソロホームラン来ました。皆さんありがとうございます。今日はもうやめたいと思います。ありがとうございました。ここまでご視聴ありがとうございました。このまま終わった方がいいんじゃないかと、このホームランのね、喜びのまま終わった方がいいんじゃないかと思いますが、まだまだやっていきますよ。来たね、高めに。もうこれはもうホームラン打ってくださいと言わんばかりの甘い球だからね、これを打てたのは良かった。これ打てないと逆に恥ずかしいからね。うん、3歳児の皆さんは笑ってると思いますよ、あれ打てないと。キャ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 ー言うて、ピーマン君、キャ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 ー言うてね、うん、よっしゃ、なんとか打ててよかった。この辺かな、もうホームランバッターにとってはとてつもなく甘い球ですね。まずい、追い込まれた。同点に追いついたからといってそれで満足するなよピーマン。今日の阪神打線を考えたらあと5点は欲しいぞ。欲張りすぎだよ、どんだけ打たれるんだよ。ほいた、これはどうだ、これは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 もうセンター尾形だね。今のはねちょっと追い込まれてたんで、三振でミート力がねめちゃくちゃちっちゃくなってたんですよ。本来のミートだと今の捉えられてると思うんだけど、あ、俺の予想ね、俺の予測ね、うん、捉えられてるかどうか分かんないけど、うわ悔しいな今の。まあいいや、3回同点に追いつきましたからね、この回を完璧に抑えていきましょう。鳥谷先ほどね、もう綺麗な一発ですよね。話してる最中に打つんだから空気読めないね。話してる最中に打つかねって思ったんですけどね。あー、ダメ、これは取れない。あー、守備力がほんとねえな。
動きが遅いもん、めちゃくちゃね。どんだけ動き遅いのよっていうね。どうだ、これはアウトでしょう。また買収されとるやないか、ふざけんなよお前。ああここはあっさり三塁ピンチですね。まずいな、もう三振以外ないよ。マートも三振とか無理だけどね。だよね。あはい、同点に追いつきましたが、あっさり逆転ですね。勝ち越しでございます。あーもう笑顔はいらないね。だから言ったじゃん俺、あの時点で終わった方がいいって言ったよね俺。これホームランはないでしょう。はー、おかしい、本当に CP のレベルがおかしいね。いくらゴメスここまでホームラン52本打ってたからといってね、あの外角ナイスピッチ、際どいコースですよね。見てよこれ、完璧ですよほら。これをさ持っていけるわけないでしょ。おかしいね、おかしい以外に感想が出てこないね。やってて面白くないもん。面白いなって思ったことがこの2軍ペナント一度もないっていうね。なかなか珍しいよ、ふざけてるね。あれ打たれないでしょ、あんなコース打たれないでしょ。ナイスピッチだぜ。何のためのナイスピッチなのか、この機能いらないでしょそもそも。今気がついた、これいらねえわこれいらねえ、なんでつけたんだろうね、よくわからないや。はい、この回も全く面白みがない回になりましたね。ピーマン的にはね、ピーマン的には全くやってて面白いなって思った回ではなかったね。あっさり勝ち越し、2本のホームランですよ。またゴメスに打たれたからね、ちょっとおかしいよ。あのね、外国人選手が強すぎる、打ちすぎ。バレンティンもそうだけどね、ちょっと強すぎるんじゃないかと声があるんじゃない。特にゴメスはね、今回査定ちょっとおかしいからね。ゴメスはおかしいよ、今季の打点王ではありますがね。もうオートペナントで回したらさ、打率3割が当然、打点はもうシーズン歴代トップ5には入るくらい打点上げますしね。そしてホームランも普通にホームランを取りますからね。もっと弱くしてもいいんじゃないかな、ゴメス。ちょっと強すぎるんだよな。オートペナントで回してたらちょっと不満がたまるよ。あーダメ、ここも打てずか。あーうち、あもう絶望ですね、今日は無理です。これも初球打ったがダメ、セカンドゴロね。もう終わろ、もうやーめた、やーめた、もう負けですわ、もうやめたいやめたい、やっぱ無理ですね。斎藤はもう今季で戦力外でいいかな。斎藤ごめん、今季で戦力外決定でございます。よく頑張ってくれたよ、他の人生でも頑張ってくれ。まあ他のところで取ってくれるかどうかわかんねえけどな。野球以外の人生で頑張る斎藤。うちのチームに斎藤はいりませんということが決定いたしました。来季は戦力外ですね。もうピーマンズには必要がない選手なので完全怒りをぶつけてますがね、斎藤とばっちりでしょ斎藤とばっちりかわいそうになってきた。いやいや、まだね、来季契約するかどうかわかりません。それはね、もう次回の実況、今週のね、金曜日に出す実況で決めたいと思いますので。ここまでいい成績たたき出してくれてねえからな。ここもあっさり打たれてど真ん中失投ですか。まあ完全ピーマンのミスなんだけどね、完全なる俺のミス。あの取れるか、取った、セカンド投げてファーストはオーケー、ナイス、ヒューイットよく取ってくれた。守備力はあまりいい選手ではないやけど、ないんですけどね。動きはめちゃくちゃ遅かったけどね。これ見て、動きスローモーションですよ。メッセンジャーだからアウト取れたのね。メッセンジャーじゃなかったら普通の野手なら1点入ってるからね今。ああ、よかった、なんとかゲッツー取れたね。さて5回の表になります。ここでちょっと1点2点欲しいかな。ここまで7個の三振、三振取られすぎでしょう。やばいね、メッセンジャーの前で何もできてない。2点取っただけですよ、2点では勝てないよ。よし、際どいコースは全部見逃す。カモン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 、フォアボールでいい、1球見よう。よーし、ナイス。ここはファーボールを選んで阿部出塁ですね。二塁の選手ですね。あーダメ、ここはバント失敗、あかん。おい、あーノノノノノ、ダメダメダメ、あーワーツ、なぜフライにならないでしょう。フライになるのがおかしいわ、なぜフライになったのか納得はできないね。納得しようと思った自分もいたけど結局納得はできなかった。あー悔しい、今日は負けだ、負け、決定だ。いや、しかしまだ終わってないからね。荻野打ってくれ、おファボールあるよ。落ち着け落ち着け荻野、よし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 、1球見よう、1球、1球見て、次どうしよう。うわー、おスプリットできたよ、なぜだ、やっぱついていけないね、打てないわスプリットは。メッセンジャーさえ降りてくれればね、まだ勝機はあると思うんだけど、まあ、このスタミナ5回の時点でこのスタミナだからね、完投勝利はないと思うんだ。
だからね、6回くらいまでには下ろしたいかな。6回を終えた時点で下ろしたいね。じゃないと9回にオースンファンが出てきますから、オースンファンを打つことは残念ながらピーマンできないよ。さすがにあれぶり化け物だからね。すごい球の速い選手ですから。よし、ここも見逃した。ツーアウトランナー二塁一。ミレッチ今日ホームラン打ちました。ミレッチ頼む、打て、打つぞバカ野郎。ミレッチここで打てば逆転スリーランじゃないか。打とう、どうだ。はあ、ダメ。オーマイガー、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 オーマイガー。はあ、なぜだ。スライダー、ミートはついていけてたと思う。いや、いけてなかったのかな。マジでちょっと悔しいね。斉藤ここまで4失点。うわ、また簡単に打たれた。よーし、ナイス、危ねえよ。よー、とにかく先頭バッターの鳥谷は抑えたね。もう満足ですよ。鳥谷抑えたから俺は満足だね。よしよしよし。いい球いってるからね、ミスらなければ斉藤の球でも十分抑えられるから、このナイスピッチさえね、投げれれば。よし、来た。あー、まずい、内野になる。ショートの動き遅い。どうだ、どうだ、どうだ。よーし、危ない、際どい。やっぱ守備力重要。もう次回の実況のね、金曜日の実況のやつでドラフトでは守備力のある選手を取らないとね。打撃だけじゃダメだわ。打撃も必要だけどね、前提問題としてはやっぱ守備力もいるね。内野の選手は外野ならまだ目をつぶれるけど、内野がちょっとあの動きだとね、何点も入るよ。よーし、この回よく頑張ってくれた斉藤。どうした、早稲田の、早稲田じゃないね、甲子園のエース復活か。やべえな、来たよ。あの時代の斉藤が戻ってきたかもしれないね。甲子園最強時代のね、斉藤戻っ、来季もね、斉藤の成績というのは非常に楽しみ。僕も大好きな選手なんでね、今さっきは毒吐きまくりでしたけど、暴言吐きまくりでしたけど、やっぱ好きな選手なんでね、僕はちょうどリアルタイムで甲子園の方見てたので、小学生の頃でしたが、うわ、このお兄ちゃんかっこいいなと思ったのが斉藤でしたから、頑張ってほしいね、斉藤には。来季はなんか抑えとしての起用がなんか始まる的なこと言ってましたよね、監督がね。抑えとして使ってもいいんじゃないかみたいな、そういう起用法も出てきたのでね、まあ、どういう起用法で1軍にいるか分かりませんが、頑張ってほしいね。来季こそはという思いで斉藤にはやってほしいよ。応援してるからね、僕はずっと。落ちぶれても応援してるから、頑張れ斉藤。謎の上から目線、申し訳ない。俺はどの立場から言ってるんだ。どの立場から言ってるんだろうね。俺は腹立つわ。俺が斉藤なら腹立つわ。俺が斉藤ならね。さて、打っていこう。斉藤の話はどっちでもいいんだ。カモン、イエース、ファーボール、いいね。選んでファーボール。ニコル、ここでホームラン打ってくれ。今季17本目。お前はパワーはあるからね。守備力はねえわ、パワーはある。おお、スタミナ切れてる。メッセンジャーのスタミナ切れが確認されました。ピコ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 ン、嫉妬くるよ。甘い球来たらスタンドぶち込むからね、皆さんよろしく。これはボール、甘い球でもボールの嫉妬か。わー、なぜだ。もう待ちに待った嫉妬が来たが、結果はセカンドゴロ、ゲッツ。もうほんと残塁祭りだわ。面白かねえわ、ファン減るわ。誰がこんな野球見てんだよ、見たかないんだよ。ゴメス来たよ、ここ2打席連続本塁打。ちょっと皆さん、ゴメスの抑え方教えて。これ三冠王だよね、確実にね。見てこれ、3割4分、ホームラン53本、打点148打点、ふざけんな。これシーズン打点トップ数リーグには入ってるんじゃないかな。トップ1が確か小坂というね、もうこれは抜くことが可能なのかという言われてくるくらい、ね、161打点、シーズン打点がね、すごいよね、161って、どんだけチャンスに強かったんだっていう話ですよね。あかん、あかん、ここが取れない、マジで？いや、取れたんじゃない？取れてない、かすってないかな、かすったような気がする。ダメ、ちょっとここ打ち込まれてるね。行ってもやりたくないからね。よしが、ここはワンアウトランナー三塁、また得点圏、西岡、先ほどヒット打たれましたからね。あかん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 、荻野、取れない、わー、俺のジャンピングがキャッチャー、虚しい感じで終わってしまったね。取れないっていう、全然距離が足りないっていうね。荻野は守備にもね、なかなかいい選手、守備力のいい選手がありますが、ここは取れませんでしたね。あれは取れんわな。どうだ、よし、取った、ナイス、ヒューイット、もうゴールデングラブ確実でしょ。もういいんじゃない、いいよね、これ見てよ、
他の選手じゃ真似できない。いや真似はできるか、真似はできるね、真似はできないことないね、普通にできるね。でもよく取ってくれた、ナイスいいね。おあよかった、メッセンジャーがついに降りて安藤来たよ。メッセンジャーさえ降りてくれればこっちの時代がやってきた、ピーマン時代がやってきました。世はまさにピーマン時代。有武の夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース、おいえ、カモン。打つぞ、来い。わーバババババババ低い低い低いさん、バカ野郎。全国の低いさんに謝れ。わっわっわっ、なぜ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 、変な歌できた。皆さんも真似してはどう。作詞作曲ピーマンです。今取っちゃダメ。同じコースだったよね。なんで1球目がボールです、2球目がストライクなのかよくわかりません。納得はできない。納得しようとした自分もいたけど納得はできない。あーダメだね。ここもちょっとスライダーの横変化に反応できなかったかな。本来スライダーなんてあんな横に曲がらないけどね、パープロ君だけだよこれ。なんで横に曲がるんだ、おかしいだろ。横に曲がらないよ変化球なんて、スライダーなんてね。勘違いされてる方多いと思いますが、スライダーはこんなんじゃないからね。ボーカー頼む、代打として頑張ってくれ、打ってくれ、強振でね、もう一発ドカンと行こうよ。チームは3点差と空いてますが、3点差十分野球可能、逆転可能でしょう。神々申し訳ないね、大事なとこだったの、大事なとこなのに噛みまくるっていう。オッケー、ワッチ、低い低い低いさん、ふざけんなお前。低いさん何回出現させるつもりだ、怒るよ、いい加減にしないと。低いさんに謝れよ、まず俺に謝る前に低いさんに謝れ。うわバット折れた。バット折れた、ボギー言うたね、思いっきり。あかん。7回、ボーカー代打で出したんですが、思いっきりバット折られました。ピッチャー危ねえな、ピッチャー危ないからね、当たらないでね。折れたバット当たるとか、シャレにならないからね。さて、中継ぎ登板といこうか、トガメ。あ、この選手ね、ちょっと怪我してたんですよね。結構2ヶ月くらい、2ヶ月じゃねえな、何週間、1ヶ月くらい怪我しててね、ここ1ヶ月登板がなかった選手なんですが、頑張ってくれ。おお、新井さん、新井さん、広島に行っても頑張ってくれよ。今季からね、古巣広島復帰ですよね。広島ファンとしてはやはり複雑な気持ちがあると思うんですよね。この新井さんの、広島にいた時の発言、広島を出ていく時の発言をね、知ってる方ならば不満はあると思うが、ここで新井さんの一発、痛恨の一撃、わー、これはいけるね。新井さん、広島に行ってもあなたは活躍できるでしょう。広島に行ったら絶対活躍できるね。阪神で買い殺しなんてダメですよ。だがここでまた新井さんに一発を浴びてしまった。またって初めてだけどね。あーもう内野安打、内野安打、投げる、投げなくても分かるね。あー内野安打ですよ。もう守備力がほんと低いんでね。ちょっと戸亀どうした、抑えてくれよ。よしいいぞ、オーケー、アウトか。鳥谷足早いな、なんでメジャー行かなかったんだよ、行けばよかったのね。まあ、契約がなかったのかな、結局契約が取れないみたいな感じでしたね。鳥谷レベルで取れないんだろう、もうどの日本人が行けるんだろうね、次メジャー。本当日本人のこの日本人野手のあっちから見たレベルというのは本当下がりきってるんですね。あ、悲しいもんですね。鳥谷レベルでいけないのなら次は誰がメジャーに行くんでしょうかね。ピッチャーだといるんですけどね、やっぱバッターだと厳しいのかな。さてゴメス抑えていこう、ゴメスゴメスゴメス、外を逃げるスライダー、振ってこない、ならばもうこれだこれだ、頼む、ウェイウェイ、よっしゃ、なんとか抑えてた。バカ野郎ゴメス、何度も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 打たれると思うなよ、このクソ野郎、ふざけんじゃねえや、そんな打たれてたまるか。さてこの回逆転といこうかな、また新井さんに一発浴びてね、またというか初めてだけどね、初めて一発浴びて、現在チームは4点差6対2と負けてますが、このまま負けるわけにはいかんからね。うお、どうだどうだどうだ、打ち損じた打球は何でもない、どうだと もう期待した俺がバカだって、なぜこんな打球に期待したのか。期待するような打球じゃないっていうね、打った瞬間に分かるわ。あ、これ期待しちゃダメなやつだ。おお、これもちょっと無理、タイミングはもう完全遅いけどね、なんとか当てた、フォアボールでもいいぞ。うわー、フォーク、もう本当に球のチョイスがいいわ、 CP のちゃまたちゃまって球のチョイスに震えるね、身が。
どんだけうまいこの球種を投げてくるんだよ。うまい配球ね、うますぎるよ。よし来たって思ったらタイミング外されて三振だもんね。じゃあ次は緩い球待つぞって思ったらストレート来るしね、全力で。そして振り遅れて三振とか見逃して三振とかね、何度もあったわ。てか何度もあるわ。あーダメ、ここもシュートの変化についていけず。あんな変化しないでしょ、物理的におかしいでしょ。科学的に説明しろ、どうなったらあんな変化するのか。ミレッジ頼む、逆境。おお、ミレッジは逆境丸がついてますね。ここで一発打ってチームに流れを持ってきてくれ。あーうち、ミートはいい、ミートはいいが、やっぱタイミングがずれてる。タイミングさえ合ってたらホームランだったね。謎の根拠のない自信自信、謎のどこから来たんだその自信というね。カモン来い来い、甘いとこ、もう一球ここに来ねえか、甘いとこ。わーまただこのタイミングをずらしてくる投球、やめろよそれも、腹立つわ。なぜに美容にタイミングをずらそうとするのか。お前やっぱ女の子のパンツずらしとれ、そんなのいいんだよ。もう球をずらすな、女の子のパンツをずらしてこい、ハゲ野郎。その才能があるならばいけるでしょ。よし、ナイス、トカメやっぱいいピッチャーだね。防御率3点台、それが成績に表れてるね。ピーマンズの中でもね、結構いいピッチャーですから。来季は期待だね。今季はちょっと怪我であれでしたので、怪我しちゃったんでね、怪我した選手が多いんですよ。あとでね、怪我人情報を見せたいと思いますので。よし、来た、あの、ワン、おおどこ投げてんの、怖え、なんでそっち投げた、びっくりした。全員びっくりしてるよ。審判含め全員びっくりした。ああ、これも綺麗な流し打ち。バックホーム行こうかな。オッケーオッケーオッケー、ここはランナー帰ってこなかったね。よし、もう際どいコース、際どいコース行こうよ。よし、外逃げるカーブ、外逃げるカーブ、外逃げるカーブ、ふー、当ててくるか。ならば進化、イエス、ワッツ、買収されとるや、もう一買収されとるやな。ダメ、まあダメだ、ホームにも投げれない。サードの動きが遅すぎるな。取って何もたもたしてんの、遊んでんのグラブの中、遅すぎるでしょいくらなんでも。何をしてたんだあいつ今。これなんだよね、今もほんとこの守備力のなさというのをね、このペナントの実況で体感しましたね。はい、また1点入りましたね。もうボコボコで、ボコボコです。もう今日は負けです。もう負けでいい、負けでいいから終わってくれこの回。もういいや、もうもういいや、諦めた。頼むからもう終わって、やめて、俺をイライラさせないで。よし、でスローカーブ、あーもう失投だ、どうだ、これも取れないね。この左中間打てるパワーあるんだ、メジャーいけるでしょ。ないからメジャーいけなかったわけでしょ、そんな痛烈の打球打てないから。ワンツどうするよこれ。よし来た、サード動き遅い、どうだどうだどうだ、アウトか。よーし、サード誰、なんであんな動き遅いのねえ、めちゃくちゃ遅かったよね。ゆったりゆったりゆったり、お前は何をしとるんやお前は何がしたって何をしとるんや。さてもう最後は一発狙いでいいでしょう。もう細かにポンポン打っていっても意味がないんでね、一発で逆転といこうよ。もう全打席一発で、一発狙いでね、やっていきたいと思います。わあ、これもコース自体はいいな、シンカーと分かってなかったからさ、なんか変な感じになっちゃったから頼む、おい神よ、俺にチャンスよ。おお、ここはフォアボール、よく選んだ、いいぞ。フォアボールを選んでノーアウトランナー一塁、今なり、もうホームラン以外ないよ。ここまで今季4本ですからね、よく打ってくれてるよ。あの、もう来季は決定です。ピーマンズのスタメンキャッチャーですから、キャッチャーの守備力としてはちょっと足りない感じするけどね。まあまあまあ、打撃自体は素晴らしいですから。よーし、いいぞ、フォアボールで失礼。あ、意味ないね。結局フォアボールだったから意味ないね。オッケーオッケーオッケー。あー、もっと後ろに逸れてほしかったね。ワッツ、何してんの、オッケーオッケーオッケー。ビビったビビった。なんか始まらなかったからさ。行こう、必ず勝つぞ。ノーアウトランナー二塁一塁。チャンスが訪れた。投げました、ここで一発出ねえかな。最後気持ちよく終わりたいね。ニコル、お前なら打てる。今季17本目を。俺はそう信じてる。ああ、はい。今季150本目のキャッチャーフライだ。おめでとう。帰ってくれ。祖国に帰れ。ママのおっぱいチュッチュ吸ってろ、バカ野郎。ふざけんじゃねえよ。お前打ったとこ一度も見たことねえな。全部キャッチャーフライじゃねえか。キャッチャーフライ打つために生まれてきた人間だな。
そういう種族ね。はい、最後は情けなくゲッツーですね。何がうまく締めるんでしょうかね。はい、もう最後もボコボコでございます。最後もボコボコ、前も今回もボコボコ、今も過去もボコボコ、なんじゃこれ。そして未来も現在もボコボコ、未来もボコボコ、死ね、直球だ、死ね、ピーマン。はい、最後の試合は8対2、こっち、あ、2本のヒットしか打ってないんだ。あー、フォアボールで結構出塁したけどさ、2本のヒットしか打ってないらしいですね。はい、今日はこんな感じですね。ミレッジの一発、そして今成の一発ですね。2本のヒット、タイムリーヒットなんだね。まあ、それはいいね。チャンスでうまく打ててるのはいいね。勝てなかった。今年もね。今年もだ。うわーお、荻野が全治6日の捻挫。いつ捻挫したのよ。怪我しやすすぎでしょう。あ、ペナントレース終了ですね。7位。今季はドベ。はぁ、あ。笑顔はいらない。笑顔なんてないです。笑顔なんてないよ。うん。はぁ、あ、悔しいね。この悔しさをバネにね、2年目シーズンも頑張っていきたいと思いますが、まだ1年目終わったわけじゃないですからね。今週の金曜日また出したいと思いますので、何度も言ってきてますね。今週の金曜日に出す動画では、まずはチームの成績の振り返り、そして、ドラフトとかでね、強い選手を取っていきたいと思いますので、申し訳ないね、ここまで終始グダグダでしたが、見てくださった皆さんありがとうございました。先ほども言った通りね、最後に怪我人情報だけ見て終了したいと思います。はい、こちらですね、怪我人情報。見てよ、これ。ひどいでしょ？ピーマンズの怪我。浅尾と戸村ですよ。浅尾は1年ですね。戸村は1年半くらいかかりますね。まだまだ復帰には、全然遠いですが、もう正直ね、戦力外通告してもよろしいですよ、他。同じ怪我してるっていうね。同じ怪我すんなよ。はい、てなわけでここまでご視聴してくださった皆さんありがとうございました。本当申し訳ない。今回終始グダグダ不満だらけの実況になってしまいました。1年目はの最後の試合でしたが、残念ながら勝利で飾ることはできませんでした。もう何十回も言ってきてますが、先ほども言った通りね、また今週の金曜日に動画出したいと思いますので、もしよかった皆さん見てくださると嬉しいです。じゃあ今週はこれにて終わり。バイバーイ。